動けるチャンネルをご覧になっていただいてありがとうございます。今日もランナーでセラピストのしんちゃんに来ていただいて、今日は特にランナーの膝の痛みについて少し話をしていきたいと思います。じゃあしんちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ランナーさんで膝痛くない人って出会ったことあります？ないかもしれないですね。ないかもしれないよね。すごくて、これ面白いデータがあって、ある、会社が調べたデータなんですけども、ランニングをやめるタイミングっていうのがあるらしいんですよ。はい。大体1年以内に やめるみたいなんです、最初は。あ、はい。で、2回目のやめ時っていうのがあって、はい、それって4年から5年なんですって。それの原因ってすごいシンプルで、怪我。上位トップ3の中の1位がもう膝っていうくらい。やっぱ多いんですね。多い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 。もっとそれから速いランナーさんになってくると、お尻に痛みがあったとかでやめちゃう方が多いらしいんですけど、ある程度のレベルのランナーっていうんですかね、ランニング始めて5年前後の方って、なんとなくイメージの中で膝って感じないですか？膝の相談は多いです ね。はい。動けるでも治療やってますから、治療のご相談でいらっしゃる方で多いのは膝、もしくは足底筋膜炎、アキレス腱炎とか、うん、だいたい4年以上はやってる方多いかなっていうイメージがありますね。あ、膝の痛み。そう、膝の痛みだね。はい。よくまあ使いすぎとかって言われちゃうけど、その辺はどうですか、ランナーとしての感覚として。病院行ったらどんなこと言われますか？まあ、大抵は1週間、2週間様子見て、休んで走らないで様子見てっていうふうに言われますね。走るのをやめればいいと。はい。でもやめられないのがランナーじゃないって思いません？はい。そうなんだよ。ランナーにね、走るなっていうのはもう本当に、なんだろう、ランニング人生終わりってことですからね。そんなことをさせていては動けるじゃないっていうことで、まあ動けるっていう名前なんですけど、まあ、僕らは、札幌市内もしくは高崎では、整形外科で膝の先生方にすぐ紹介できるようなシステムを組んでますから、はい、本当に調子が悪い方がいらっしゃったらドクターに紹介をします。で、それ以外のところで、まあ、病院とも協力しながらするんですが、治療というか運動療法やっていくわけです。はい。で、今までの病院での運動療法って、多分ももの前の筋肉を鍛えなさいとか、ふくらはぎを鍛えなさいだと思うんですが、私たちのやり方はちょっと違って、ランナーを治療する目的は、僕はランニングをやっぱりもう一度楽しんでもらうことだと思うんだよね。はい。じゃあランナーがもう一回走れて楽しめるためには何が必要だみたいなさ、あるじゃない。そこをやっぱりやっていくっていうことが大事だと思います。はい。まあ、うちでご紹介させていただいている先生もランナーなんですよ、その病院の院長が。なのでやっぱり走ることに関して、もう一回走れるようになるんでしょっていう、スギちゃんとそこにこだわってんだよねって話になるから、はい、そうですってことでいいよみたいな感じではあるんだけど、はい、病院で僕らがリハビリで行ったら膝の痛みを取ろうってなるんだけど、じゃあもう一回ランナーが走れるために何をするのかっていうのをすごく考えるのが僕らの仕事ですね。はい。動けるのが特徴かもしれないと。そういった時に何が大切かって僕らは考えるんですけど、僕はやっぱり背中そう、はい、背中が大事だって思うんですよ。テンション高いですね。そう、これはね、伝えたい。背中が大事だ。もうね、背中っていうときに広背筋っていう筋肉あるんです、はい、人体で一番面積の広い筋肉ですけど、はい、そこがバッツリ目覚めることで膝って結構いい効果があるというか、良くなってるよっていうのを感じます。はい。しんちゃんも実際足を怪我されてうちに通ってらっしゃいましたけども、はい、多分一番最初にやらされたのってナックルじゃなかったですか？はい、ナックルでした。どうでした、ナックルやって。全然そこだけ全然体が動きませんでした。動かなかった。はい。そうなんですよ、ランナーさんって背中がめちゃくちゃ硬い。なんでこんな硬いのっていうくらい硬いですよ。はい。本当に硬い。膝の痛みって実は僕、背中をちゃんと調整することって大事だと思うんですよね。膝が痛いって結局膝って被害者なんですよ。体の使い方や走り方の問題があって、だから膝が痛くなるんでしょってことだと思うんですよ。はい。
その時にランナーさんって僕面白いなと思うのは足のケアしかしないのびっくりしちゃうぐらい、はい、でランニング得意にしてる整骨院とかね、いろんな人たちがいるわけ。足の話しかしねえ足インストール靴びっくり走るって足で走ってる違うよねって思うんですよ、はい、体全部使ってるわけじゃない、はい、で僕らの解釈で言うとランニングっていうのは移動だっていう風な概念を持っています。もともとリハビリ主義なのでやっぱりそういう概念なんですよね。 A という地点から B という地点まで移動できること、その速度が速くなることが走ることであるというふうに僕らは考えています。なのでバーンってスタートして 42.19km のゴール、この距離を移動できればいいわけですよ、簡単に言っちゃえば。でその移動する距離と速度の中で起こってくる障害というのは大体決まってるんです。だから膝が痛いって言った時にその体型見てパッと見ただけでほら何分くらいの選手だねって僕もすぐ分かったでしょ、はい、うん、そういうのはあるわけよ。だから僕らみたいな障害ってないかったら足だけじゃないっていう、足だけじゃない背中が大事だっていうことをしっかりと思ってなきゃいけないと思うんですよね、はい、そこはどう？いや、そうですね、いきなり整ってるからね、うん、いや本当にそう思います。なるほどね、はい。で、僕らが注目したのは膝が痛くなる仕組みなんですよね、はい、このことについて多分批判するドクターも一人もいなくて、リハビリ講師もいなくて、なぜならドクターたちとそういう話をしてきてだよねって話なんですけど、まあ膝そのものに何に病気がないとしましょう。そうした時にすねですよねが前にずれちゃう、内側に入っちゃう、はい、こういう変なストレスはダメだよねっていうのはみんなそう言うんですよ。じゃあそれを直すためにどうするかということで、動けるでは背中を鍛えましょうって話になるんですよね、はい、鍛えるというか柔らかくしよう、はい、理由はランニングで僕がすごく大事なのは何かあったら遠くに足伸ばすことでも何でもなくてちゃんと地面に足がつくことだと思うの、はい、その瞬間をいかに作り出すかがめちゃくちゃ大事だと思ってて、そうなった時に背中が硬いとそのタイミングがずれるんだよ、うんうん、はい、それを整えればいいんじゃないって話になるんですね、うん、そういう考え方はどうですか、身体的に。ちょっとなんか僕ばっかり喋ってるからたまにどうぞ、うん、でも本当に地面をこう踏む感覚って今まで全然考えたことなかったんですけど、うん、動けるに来てから本当に地面を踏むってこういうことなんだなっていう感覚はすごく掴むことができました。いいですね。そう、その感覚を育てることっていうか感覚をしっかりさせることが僕たちの仕事だと思うんですよね、はい、だから動けるだけ筋肉を鍛えましょうっていうことの以前に自分の体がどうなってるかって知るっていう作業をとても大事にします、はい、できるかできないかが大事じゃなくて、いかに自分がどうやったらもっと楽になるかなっていうことに気づいていけること、こういう治療の仕方があってもいいんじゃないかなと思っていますね、はい、その中でナックルっていう動きは肩甲骨と体幹と骨盤、この3つと、あとは足がちゃんとついてること、この3つをよりよく関係づける、そんな手法だと思うので、はい、ぜひ皆さんにもやっていただきたいと思いますね、はい、まあ今日はこんなところで、次もうちょっと膝の話詳しくやっていきましょうか、はい、じゃあ今日お話ししたナックルは概要欄からぜひ確認してみてください。次のセッションでまたお会いしましょう。動けるチャンネルではパフォーマンスアップできる動けるメソッドやお得な情報を随時配信してます。チャンネル登録、シェア、よろしくお願いします。